赤市海峡大橋。赤市海峡大橋は、兵庫県神戸市田留ミ区東舞湖町と、淡路市岩屋とを結ぶ赤市海峡を横断して、架けられた世界最長の吊り橋。パールブリッジの愛称がある。全長3911メートル、中央千九1991メートルで、世界最長の吊り橋である。1998年、平成10年の開業以来、 10年以上の長きに、渡り、ギネス世界記録に、認定、掲載されている。1998年、平成10年4月5日に供用が開始された。建設費は、約5、000000 000 000 000 000円。建設当初は、全長3910メートル、中央士官1990メートルであったが、1995年、 平成7年の兵庫県南部地震、阪神、淡路大震災による地盤のずれが発生し、図らずも全長が1メートル伸長することとなった。完成時に愛称を募集し、後にパールブリッジと定められたがこの名前で呼ぶ人は少なく、管理者である JB 本市高速、本州四国連絡高速道路株式会社では、使用していないが、観光協会や元橋の写真、 特に夜景を扱ったページなどでは、まさに相性の、パールブリッジの名にふさわしく、などと仕様が見受けられる。省略して、赤潮橋と呼ばれることもあり、高速道路上の案内標識等でも、道略章が使われていることがあるが、第二神明道路下り線等、赤潮橋は、赤潮市の赤潮川を、国道2号が渡る橋として、元橋よも先に存在する。淡路島内のみならず、 本州と四国を結ぶ三本の本州四国連絡橋、本市加橋ルートの一つ、神戸淡路鳴ト自動車道として共用されており、交通量も本市加橋の橋の中では最も多く、四国と近畿、さらには本州の拡大都市間を結ぶ交通のようになっている。2014年、平成26年4月から新たな高速道路料金が導入されたことにより、 本市道路は全国路線網に編入され、タルミ IC 淡路 IC 間の普通車の通行料金は ETC 車900円、現金車2370円となった。設計速度は時速 100km だが、通常時の最高速度は時速 80km、最低速度は時速 50km に規制されている。吊り橋の命である、 メインケーブルは片側1本で、計2本、1本につき290本のストランド、正六角形に束ねられたワイヤーで構成されている。そのストランドは127本のワイヤー、高強度アエンメッキ構成で構成され、ケーブル1本の合計で36,830本のワイヤーを使用していることになる。この端のために、 直径 5.23mm で引っ張り強度は 1mm あたり 180kg のアイアーが新たに開発された。1本のケーブルの直径は 112.2cm になり、約6万トンの荷重を支える。風雨から保護し、腐食、錆を防止するため、表面をゴムで覆い、さらに内部に脱煙、乾燥した空気を常時送付している。ケーブル仮設の 第一歩であるパイロットロープ、ポリアラミド繊維製の都会には世界で初めてヘリコプター、東方航空が使用された。メインケーブルを構成するワイヤー一本一本をつなぎ合わせた時の合計距離は約30万キロメートル、地球を7周半分に相当にも及ぶ。首都、神戸川 2P、淡路島川 3P の基礎は海面下50メートル以上の大水深であることから、 瀬戸大橋仮設の際技術開発した設置計算基礎工法とし、潮流が早いことから形状は円形とした。2P の建設位置は岩盤が水面下90メートル以上の位置にしかないため、その上にあるされ基礎の赤し層上に基礎を置いている。基礎周りの旋屈、潮流が基礎にあたって発生する渦が海底をえぐる減少対策として基礎周囲に 1> 約1トン分の小石をネット製の袋に詰めたフィルターユニットと呼ばれるものと1トン以上の石を10メートルの厚さで敷き詰めている。アンカレージ、神戸川 1A、淡路島川 4A の基礎は 1A が直径85メートル、深さ63.5メートルの地下連続壁口、4A が直接基礎である。当初の道路、鉄道併用橋の計画では アンカレージを海中に置かなければならなかったため、神戸側の地盤条件の悪さが問題だった。アンカレージは橋脚に比べて強固な地盤上に建設する必要がある。橋を吊るワイヤーを支える首都は2基で、高さは海面上298.3メートルあり、日本では東京スカイズリー634.0メートル、東京タワー332.6メートル、 アベノハルカス300.0メートルに次ぎ、横浜ランドマークタワー296.3メートル、海抜は300メートルで同じ高さとなるを超える高さの構造物である。首都が高いため、地球の丸みの影響を受けて2機の首都の先端間の距離はわずかに開いており、中央島町1991メートルよりもさらに93ミリメートル長くなっている。 火境の構想は第二次世界大戦前からあったが、技術的な問題及び軍事上の理由、大型軍艦が明石海峡を航行できなくなるためから具体化には至らなかった。1970年昭和45年に本州四国連絡橋公団が設立され、本州と四国をつなぐ本州四国連絡橋の一つとして建設費に約5000億円。 当時を投じて1998年、平成10年神戸、ナルトルートの明石橋に架けられた。当初、中央桂馬町1780メートルの道路、鉄道を併用橋とする計画であったが、建設費用や、工術の地盤条件などの問題から1985年、昭和60年8月27日に、道路単独橋とする方針に、変更差、基礎の位置及び、 上部構造の見直しが行われ、全長3910メートル、中央島町1990メートルと切りの良い、数字の長さの吊り橋として計画された。ところが、工事期間中のケーブルを付設した時点でもあった1995年、平成7年1月17日に、兵庫県南部地震、阪神、淡路大震災が発生し、 地殻変動によって地盤が1メートルずれたことにより、橋の全長が自然に1メートル伸びてしまった。建設中の地震発生にも耐え、幸いにも工事継続に何も問題はなかったため、そのまま橋の工事は進められ、当初計画よりも1メートル長い橋が完成している。着工から竣工に至るまでの施行における、事故死者はいなかった。 メインケーブルストランドの張り渡しが終わった段階だった1995年、平成7年1月17日、橋のほぼ直下で兵庫県南部地震、阪神、淡路大震災が発生した。この地震による橋梁構造物の損傷はなかったが、地盤が変異したことで中央景観が約0.8メートル、淡路島側の側景観が0.3メートルそれぞれ広がった。 このほか、神戸川兄弟が0.13メートル情報へ、神戸川橋脚が0.09メートル情報へ、淡路島川橋脚が0.19メートル下方へ、淡路島川橋脚が0.22メートル情報へ移動した。明石海峡大橋のケーブルには、光の3原色のイルミネーションランプが1084組、取り付けられており、季節や日時に応じて彩りを変えている。 照明デザイン担当は、石井美紀子。ライトアップは、平日が、日没から23時まで、と、日宿日が、日没から24時までである。橋が、日本標準時4、5センチ角にあることから、毎正時と毎半時にも、各5分間、時報パターンの点灯を行っている。神戸川の橋桁内に、舞子海上プロムナードという遊歩道、展望台が設けられている。兄弟、 アンカーレイジ内のエレベーターで、上り海面からの高さ47メートルへ上がり、そこから海側約150メートルまで行ける。途中、床が透明になっている部分もあり、直接海面を望める。同じく、神戸川の陸上に、橋の科学館が開設されており、明石海峡大橋を中心に橋についての技術的、歴史的展示を行っている。通常には、 風洞実験に用いた1、100サイズの模型も展示されている。また、見上げとして、ケーブルの祖先の実物サンプルが販売されている。また、一般では、通常入れない、管理通路や、首都の頂上に上る、ブリッジワールドという行事も予約制、期間、人数限定で行われている。明石海峡大橋開通で、本州、淡路、または、本州、四国間が、 陸続きになったことで様々な利点が生じた。例えば朝に採れた徳島県産の農水産物を安定的に関西方面へ出荷できるようになった。特に徳島県の自撮りである泡を取りの出荷量は開通以前よりも倍増している。徳島県をはじめ四国産の農水産物は関西の市場で大きなシェアを占めるようになった。ライフラインの面では 赤市海峡大橋の桁の内部には大口径の水道管、高圧送電線、大容量の通信用ケーブルなどが収納されている。これまで、淡路島は慢性的な水不足に悩まされていたが、水道管が設けられ水の安定供給が実現した。赤市海峡大橋開通を機に、本州から四国への移動の流れは、これまでの和歌山県経由主体から、 兵庫県経由主体に一気にシフトした。航路では、かつて本州四国間の流動は、一部には兵庫県側からの航路もあったものの、兵庫県側からの四国直行の航路が少なかったこともあり、基本的には、一旦和歌山県を経由してからフェリで四国に出向くのが定番のルートであった。神戸港高松東。 港間には4車6隻のフェリーが就航していたが、撤退により、加藤汽船の2隻、立輪に、コンピラニが就航するのみになった。その加藤汽船も撤退し、第3セクターのジャンボフェリーが引き継ぎ運航しているが、低料金で対抗するなど、苦戦を強いられている状況となっている。南海電気鉄道グループの航路、南海フェリー、南海アージラインは、蒸気で触れたように、 明石海峡大橋の開通によって、本州と四国との間を移動する乗客の流れが、和歌山県経由主体から兵庫県経由体にシフトとなった影響を大きく受けており、泉佐野港、当初は新日港と淡路と津港、当初は局地港を結んでいた南海淡路ライン、旧大阪湾フェリーは乗客減少と燃料高騰の影響から2007年、 平成19年1月に休止へと追い込まれている。また、和歌山港徳島港、当初は小松島港の南海フェリーも苦戦を強いられ、高速艇は2002年、平成14年に廃止され、残ったカーフェリーも減便傾向にある。また、神戸、阪神地区発着の淡路島方面へのフェリー、大橋海頭尾をもって廃止となった淡路フェリーボート、主、ハーバーランド大磯。 半年後に廃止となった、甲子園フェリー、西宮津野なども、断続的に廃止され、ETC 大幅割引の影響もあり2010年、平成22年11月15日で、赤潮岩屋間の航路の赤市淡路フェリー、愛称、タコフェリーが、運航休止。これで、フェリー航路は全てなくなり、現在では、赤潮岩屋間の航路の淡路ジェノバライン、小型高速艇。 人と自転車のみ、乗船貨が残っているものの、同船舶に乗せることができず橋を通行することも、できない 125cc 以下のバイク等が海峡を横断できない状況となっており、対策が検討されていたが、2015年9月23日からバイク 125cc 以下用の構想が開始された。赤市海峡大橋開通により、自動車道で、 直接的に神戸淡路ナルトが結ばれたため、本州淡路、四国間を移動する流れが大幅に変わった。特に、北日本や東日本からの移動の場合、一度南へ出向く必要のある和歌山県経由に対して距離及び所要時間がいずれも短い上、赤市海峡大橋の神戸側に到達するまでの道路も充実したこと、和歌山県経由とは異なり、 兵庫県経由では大都市でしかも市内に観光地が多数存在している。神戸市内にも途中で立ち寄れること、自動車道での大橋上にバス停留所、マイコバスストップも設置されたことから、兵庫県側からの移動環境が劇的に改善され、京阪神とアージ島、四国を結ぶ高速バスが次々と開設されている。高速バスは瀬戸大橋とは異なり、 並行する鉄道路線がないため、現在に至るまで増便が繰り返されている。時間面、運賃面双方で圧倒的優位に立つ高速バスが、徳島、高松大阪神では主体となっているのみならず、遠く離れた松山、高知方面に関しても利用客を確実に増やしており、こちらも増便傾向にある。京都、大阪、神戸都心からの利用客も多いが、 淡路東方面の利用客を中心に、高速バスでの利用客も非常に多い。なお、大橋を経由する高速バス事業者のうち、本市海峡バスや高松エクスプレス、フットバスは、船舶失業者対策の側面をもって新たに設立されたバス会社である。もともと、本州側の大橋の直下には、古くから JR 西日本、 JR 神戸線と山陽電鉄、本線の二つの鉄道路線が通っており、大橋の直下にほど近い既存の鉄道駅、JR は舞子駅、山陽電鉄は舞子公園駅と、大橋上の高速バス停留所とを直結させることで、鉄道によるアクセスも容易となっている。また、大橋の開通に合わせて、それまで通過していた優等列車を新規に停車駅して加えており、 より利便性を高めている。概要の項で述べた通り、社会経済情勢、国鉄の財政事情への配慮等を勘案し、当初の道路、鉄道併用橋から道路単独橋に設計変更して建設された。そのため、小島、境出ルートの瀬戸大橋や神戸、鳴門ルートのもう一方の橋である、大鳴門橋と異なり、明石海峡大橋に鉄道を通すことは、 不可能である。そもそも、神戸、鳴門ル,ルートの調査の出足は良かったが、明石海峡大橋の架橋,橋の困難さは、他の架橋に比べて、格段の差があった。これは当面、早期に完成すべき道路鉄道併用ルートを選ぶと、すれば、小島、坂出ルートなりと受け止めても良い。とされるように技術的理由から、鉄道併用橋としては、小島、坂出ルートが先行ていた。 高橋国一郎、元建設事務次官は、一ルートに絞るならば一番経済性の高い赤市、ナルトルートにすべきですが、これは今でこそ言いますが、あの当時はまだ、赤石海峡に橋を架けることは、技術的困難だったのです。真ん中の小島、境でルートならできますし、もう一つは、鉄道が非常に強く希望していましたからね。鉄道を乗せるのにはやはり真ん中のルートしか、 なかったのですと述べている1978年、昭和53年3月9日に建設、運輸、国土山頂は、ダイナルト橋の道路単独橋への変更を固め、4月に鉄道建設審議会にて削除することとした。国鉄財政が悪化しているのに、開通の見込みの立たない鉄道を併設するのは、おかしいとの異論が以前から、政府部内にあったものである。 住田商事運輸省鉄道管理局長、当時は新幹線の平洋橋を作るには全部の新幹線計画が決まらなければならない。大イナルト橋はともかく世界最長の吊り橋になる、明石海峡大橋に新幹線を乗せる子は騒音対策も含め技術的に極めて困難だ。それに、新幹線はいつできるかわからない。21世紀まで難しいという見方もある。 平洋橋にすると赤字の国鉄が約4割の費用を負担し、利子だけでも大変。21世紀まで通らないなら、その時に別にトンネルを掘った方が安くつくと説明している。このように神戸、ナルトルートへの鉄道敷設については非常に厳しい見方の中、大ナルト橋は鉄道を乗せるために将来でもできる仕事は、今回は 極力やるまい、鉄道を乗せるための手当は最小限のことしかやっておくまいということで、単線最下での鉄道工事がなされることとなった。しかし、赤石海峡大橋については、その後の社会経済情勢、国鉄の財政事情等を勘案し、国土、運輸、建設三省庁で協議の上、1981年6月建設省から、 道路単独家境の可能性等についても所要調査検討を行うよう指示された。これを受け、昭和60年4月に調査結果の報告がなされた。この報告をもとに、60年8月、国土庁長官、建設大臣、運輸大臣の3大臣により、道路単独協として整備する方針が合意された。10月には、国鉄の分割、民営化方針が、 閣議決定されている。大鳴門橋は最低限の鉄道設備を備えて1985年、昭和60年6月に供養開始したが、そのわずか2ヶ月後に、明石海峡大橋を利用した神戸、鳴門ル,ルートへの鉄道敷設は行わないことが、決定されたことなる。なお、井上隆元建設事務次官、国土庁長官は、明石海峡を辞めたのは、 やはりあれだけの長大吊り橋になると、たわみが大きくて、吊り橋のジョイントというのか、あそこで非常に危険があるというようなのが、最後の決め手になったみたいで、やめましたけれどもと述べており、技術的困難性が、明石海峡大橋への鉄道不設断念の最後の決め手であったと指摘している。また、山根武氏、元、本州四国連絡橋公団総裁は、トンネルにする案では、 水深100メートルの赤石海峡の下をトンネルで通っても、赤石海峡大橋に乗せても、鉄道の規格にもよりますが、神戸の駅に取り付かないのですね。と赤石海峡をトンネルによって、鉄道敷設することの困難性を述べるとともに、赤石は猛言にやめてしまったわけだ。当分はね。ただ、夢は消さないけれども、多分できないでしょうね。 微酸戦でもう十分いけると思うのですよと見通しを述べている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。